ママ、はーい。今日のお昼ご飯何？お昼ご飯ね、ラーメンにします。単なるインスタントラーメンね。で、まあ、ちょっと野菜は入れますけど、スープ用の方のお湯沸いたみたいなんで、野菜普通はね炒めると思うんだけど、ちょっとうちねコンロの数の都合でちょっと今日炒めることができないので、茹で、でも全然いいと思う。キャベツ、これキャベツ、はい、人参を少し入れます。はい、こんな感じね。少し煮込んで、こっちも少し沸騰してきたので麺の準備します。こんな感じかね。2つ、うん。で、これってさ、いつも困る、この中に残ってるやつ。そう、言っちゃうじゃん。やっぱりこうやって言っちゃっていい？言っちゃえばしょ。これがさ、チキンラーメンの時はさ、息子が全部食べちゃうんだよね。そうそう、お菓子感覚でしょ、多分ね。これで茹でますけど、何分ぐらい？ 3 分ぐらいだ。はい、スープ、うん、混ぜないと、うん、感じかな。あまり振って、なんか麺が出ちゃったらどうしよう。そんなに上手じゃないので出そうな気がする、ポロってさ。こっちもいいかな。なんかお腹鳴った。腹聞こえちゃった、ごめんね。燃費悪いもんね。燃費悪いって、ガソリン、車リン、まあ10日だからしょうがないんだよ、多分サイクルがよくできてるんだよ。私の方がどうでもいいぐらい。こんな感じかね。はい、ハムそのまま入れちゃう人、わざわざチャーシュー買ってないからさ、切ったりもしないけど。いい、いいよ。2枚重なってるからね、これ。なんか厚みがありそうに見えるじゃん、この方が。2枚ね、2枚くっついたまんま、はい、とちょっとネギを、よし、こんな感じかね。はい、そっち持ってくよ。はい、今日のお昼ご飯はインスタントの豚骨ラーメンにちょっと野菜入れました。豚骨ラーメンって紅生姜入れると思うんですよ、うん、ちょっとうち今日すいません、チューブしかなかったんで。これあと普通の生姜もさっきすりおろしました。寒いのでこれで温まったらいいなと思って、はい、あのお好みで入れてください。はい、はい、ありがとう。はい、それではご試食お願いします。はい、生姜入れてね。生姜入れる、うん、さっき本当にさっきのすりたて、そうそうそう、溶かしてどうかなって。なんかそういうインスタント麺もあるらしくていいと思ったんだよね。はい、いただきます。はい、うん、生姜切って美味しい。生姜とお豚骨大丈夫そう？うん、合うよ。あ、いいや、本当に、うん、よかった。そう、それがね、未知の領域だったのよね、我が家ではね。あ、じゃあいいかもしれない、こういう寒い日はね、うん、ありだと思う、うん、じゃあ私も生姜入れる。ママ、はい、今日のお夕飯何？今日はこれから鶏肉焼きます。はい、と我が家ね、白菜がちょっと今余りつつあるんですよ。なので、ね、白菜を鍋以外のものになんか使いたいなと思って今ちょっといろいろ考えております。今日は、鶏もも肉を焼いて白菜と一緒にね炒めるっていうか、まあ、煮て。お昼もやりましたけど寒いんで生姜を使いたいと思います。はい、生姜尽くしですね。今日は生姜尽くし。で、鶏もも、もうこの大きさに切ってあの冷凍しておいてます、うん、何に使ってもいいようにと思って塩麹はしていない。胸肉はね、あの何もしなくても塩麹にするんだけど、もも肉は大丈夫だと思ってしてないんですよ。塩麹だけ、うん、ちょっと蓋したところがいいかも、うん、ね、ちょっとね、仕上げに、はい、鶏肉をひっくり返したところで上からもうキャベツ乗せて蒸し焼き。キャベツから多分相当水が出ると思うの。あ、キャベツじゃねえ、白菜ね。白菜から水が出るのをね見越してこうやってどうかな。火はね相当弱く、これね、あの鶏ガラに今ちょっとの酒と、いや肉入ってるからやっぱお酒入れた方がいいかなと思って、あとあれか、ちょっと塩入れたくらいか、うん、うん、本当にそれだけで、これ上乗せとこか。これ生姜、生姜、うん、あの刻みました。昼間はすりおろししましたけど、夕飯はちょっとこう刻んでみようかなと思ってちょっとやってみます。はい、こんな感じでだいぶ煮えてきましたね。やっぱ白菜の水分すごいね、どん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 出てくる、うん、怖い。
あの調味料結構濃く入れたんですよ、鶏ガラスープの素。それでもねちょっと薄まりつつあるんですよ。私はこのくらいで、パパには自分で食べるときにちょっと調節してもらおうかな、うん、やっぱり香りいいな、うん、生姜のね香りこれだよね、はい、じゃあこんなもんでどうでしょう、はい、はい、今日のメイン食材ですかね、はい、鶏もも肉と白菜のブリガラスープ炒めに生姜入り、はい、はい、では本日のお夕飯です。先ほどの鶏もも肉と白菜のねブリガラスープで煮ました。生姜の香りがすごいです。で、これってちょっと子供向きじゃないと思うんですよ。息子にも生姜入ってるやつ食べるって聞いたら嫌と言われてしまったので、息子にはね同じような食材で白菜の代わりにキャベツで、これマヨネーズとポン酢で炒めました。マヨネーズ大好きだから多分大丈夫かな、うん、大丈夫だ。一応別メニューで、あとははい、これトマトスープで、お漬物と、はい、ご飯、あともう一品ね、はい、はい、はい、本日のデザートは蒸しプリンですね。ちょっとね、卵の賞味期限の都合で作りましたすいません、ちょっとね管理が甘かったです。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それではパパに今日のねメインを試食してもらいたいと思います。これですね、じゃあちょっと引きます。いただきます。はい、うん、熱い、うん、熱い大丈夫だってまださ湯気立ってるもん、めちゃくちゃ、うん、やけどしない程度でいいよ。うん、美味しい。うん、生姜そんなに飛んじゃったみたいね。あれ、あの刻みなのよ、うん、でも鶏肉は柔らかくて美味しい、うん、ああ本当に、うん、まあもも肉だからね、うん、すりおろした方がもしかしたら香りが強かったかね、うん、そう、あの刻んでみたんだよね、どのぐらい違うかなと思って。鶏肉美味しい。あ、本当に、あ、よかった、うん、マヨネーズとポン酢で炒めてあるんだけど食べられるかどうかね、ちょっと味見してください。美味しい、美味しい、うん、食べられそう、大丈夫、マヨネーズ効いてる方がいいでしょ、うん、ね、じゃあね、はい、よかった。はい、じゃあママも食べます。はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、うん、美味しい。何食べた、うん、プリン、プリン、あ、よかった。